阿波踊り、阿波踊りは、阿波国、現、徳島県を発祥とする盆踊り。明治5年12月3日、旧歴、天保歴が、明治6年1月1日、新歴、グレゴリオ歴に改歴されてからお盆の開催時期が、動揺し、盆踊り、阿波踊りの開催日も、旧歴、新歴、月遅れ、週末開催、任意の日と、お盆との関連が薄まって様々な日程で、 開催されるようになった。現在は、阿波国以外にも伝播し、東京都などでも大規模に開催されるようになった。日本産、黄金踊りや四国三大祭りの代表的な存在であり、約400年の歴史を持つ日本の伝統芸能の一つである、島し阿波踊り、月遅れの8月12日から15日に開催が踊り子や観客数において国内最大規模である。 なお、同じ四国の高知県高知市、よさこい祭りが、伝播した北海道札幌路市において、よさこい騒乱祭りとして自由に発展し、よさこいとして、全国、世界に広がっており、阿波踊りも、全国、世界展開を起としている。シャミ太鼓、小子、忍笛などの二拍子の伴奏に乗って連と呼ばれる、踊り手の集団が踊り歩く。えらいやっちゃ。 えらいやっちゃ、よい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 、踊るアホーに見るアホー、同じアホーなら、踊らな、ゾンと歌われる吉子のノのリズムで知られる。しかし、吉子のは、大手の有名レーン以外はあまり使われず、主に、やっとさあやっとさあという掛け声の方が多用されている。徳島県内の小、中、高校では、体育の授業や、体育祭などで、泡踊りを演目として採用している学校も、 タスウーアリ、徳島県民の代表的な祭りである。精霊踊りや念仏踊りが原型であると言われるが、起源は明らかになっていない。徳島藩が成立して、以後、盛んに踊られるようになったとされる、徳島市観光協会の説明より、天正十四年、1586年、徳島城が竣工した際、当時の阿波種、八塚家政が、 上下に城の完成祝いとして、月に踊れという触れを出したことが発祥という説もある。八須賀入城記源説。江戸時代には一気につながるとの理由で阿波踊りが禁止されていた時期もあった。その例を犯し、自宅で阿波踊りを行った家老が、お家断絶になったという。また戦時中にも一時阿波踊りは禁止された。阿波踊りという名称は、 徳島県内の各地で行われてきた裏本の踊りの通称であり、昭和初期からそう呼ばれるようになった。この名称は、日本画家、林古郎が、徳島商工会議所、当時は商業会議所提案したものとされる。なお、徳島市や公園寺の阿波踊りでは、ポスターや看板等においてもっぱら、阿波踊りと表記される。また、徳島県が発行する印刷物等においても、 阿波踊りで統一されている。ちなみに、名称から徳島県阿波市が阿波踊りの本場と思われることがあるが、阿波市でも阿波踊りは行われるものの特別なことは特にない。そもそも阿波市の存在自体が近年までなかった。市の歴史はまだ浅く2005年の市町村合併で誕生した新しい市である。阿波の国、徳島が本場であり、徳島市阿波を踊り、 徳島県徳島市で、毎年130万人以上の人出がある。県内の他の市町村各地でも開催されている。歴史的には、本場徳島は、江戸初期からの通説もあり、その他県外では、徳島県人会などが中心となり、全国各地で踊られていた。また、ありうではあるが、徳島県及び県人会などの指導により、東京工事阿波踊り、 東京都杉並区の60年をはじめ、下北沢50年町、中目黒、三鷹、八大、神楽坂などが40年町、大塚、鳥塚生、中村橋、寺屋、京同、小金井、神奈川山と、埼玉佐山が丘、南越谷などが30年町の歴史を持っている。東京公園寺屋は踊りは、公園寺の現在の公園寺パル商店街の青年部、 窓か会が町おこしとして始めたものである。当初は隣町の阿佐ヶ谷七夕祭りに対抗して夏のイベント用に阿波踊り似た踊りで開始され、やがて都内在住の徳島県出身者から指導を受ける形で発展した。例年120万人程度の人出があり、例年同日に行われる浅草サンバカーニバルと共に東京の代表的な夏祭りの一つとなっている。 現在は、地元商店街、町会が中心となって発足した、NPO 法人東京公園寺ア踊り、振興協会が主催している、詳細は、東京公園寺アワ踊り概要を参照、南越谷アワ踊り、埼玉県越谷市。詳細は、南越谷アワ踊り概要を参照、神奈川山とアワ踊り、神奈川県山和市も、もともとは、 地元商店会や地元企業による小規模な地域再々じったものが点、規模拡大したものである。いずれも公園寺ほどの規模ではないが、南越谷は例年60万人、神奈川大和は40万人程度の人出がある。現在は徳島、例年8月中旬以外の各地、特に関東地方、公園寺、例年8月最終週のほか、 夏のイベントとして8月はほぼ毎日のように全国のどこかで阿波踊りが催されており、徳島の阿波踊りつながその指導にあたっている。これら全国各地で行われている阿波踊りについては口述の各地の阿波踊りを参照されたい。阿波踊りでは一つの踊りのグループのことを連という。徳島県には有名連と呼ばれる連が多数あり、 主に各教会などに所属している村地が多い。もちろんいずれの教会にも属していない村地もある。大抵の徳島県民には、個人個人に、ひいきの村地があり、あ、この村地がええとか、ほらやっぱりここの村地やろうといったぐらいに話題になる、こともある。こうした有名連以外にも踊りが好きな者同士が、集まって結成した、連、企業が企業名を売り込む目的で結成した。 企業連、大学のサークルなどで結成した、大学連、気の合う仲間で結成した、連、商店街で結成した、連等、徳島県内には、大小様々の、数多くの村地が存在する。ほとんどの村地は先頭に連名を書いた巨大な、町鎮を掲げて浴方などに名前を入れて踊っている。で、当然、町鎮係のようなものも毎年、選定されている。また、徳島県外には、 徳島県出身者が主体となって結成した連もあり、関西を本拠地とする阿波踊りの村寺の中には、徳島県出身者が始めたものが沢。阿波踊りに用いられる楽器は、鳴り物と総称される。鳴り物は踊り子の引き立て役として、阿波踊りに欠かせない存在である。演舞場を通り抜ける際は、踊り子の後方にポジションを取る。基本的には、以下の6つの楽器と、 その演奏者で構成される。近年の大学連などの少数連では、鐘と太鼓が中心となっており、難易度の高い笛や、三味線のようなメロディ部分が存在しないことも多い。また、尺八のような独自の楽器を取り入れる村地も、少なからず存在する。阿波踊りは二拍子で、テンポは、早い村地遅い村地と様々である。これらが、 村寺の個性を演出する重要な要素となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。